最近 Twitter で様々なツイートをしているのですが、つい先ほど視聴者さんからこんな DM が来ました。いつも動画楽しみにしております。とてもわがままな冒険かもしれないですが、様々な物件を見つけて紹介されてる。あなたの理想不動産様なら探せるのではないかと思い連絡しました。探してる物件の情報を送ります。山手線になるべく近い。家賃6万円以下。築浅物件。広さより値段なので、狭くてもいい。これに該当する物件があったら、動画で紹介してくれると嬉しいです。その際は引っ越しも検討させていただきます。PS、上司の髪の毛、育毛を進めてみるのはいかがでしょうか？何、そんな条件存在するのか？と疑問を抱えながらも、数時間物件の資料などを見たり、上司に確認したり、そんなこんなでこの条件の物件って、ないですかね？そんな好都合な物件あるわけないだろう。あるならすぐ埋まるだろ。そういえば、いつも動画で、僕のことをいじってるみたいだね。だから今日は、その物件探すまで半行ね。やっぱそうですよね。死ぬ気で探してみます。やべ、なんかハゲいじりがバレてる。そこからその日は、死ぬほど残業してやっとの思いで、今日紹介する物件を見つけました。本日紹介する物件は、山手線で家賃5万円台の新築アパート。視聴者さんの条件の、6万円台を突破する5万円台物件が、奇跡的に見つかりました。どのくらい奇跡かというと、ガリガリ君のあたりが、1週間毎日当たるくらいの奇跡です。では早速向かってみましょう。こんにちは、あなたの理想不動産です。今回、私がやってきたのは、巣鴨。巣鴨駅は山手線と都営地下鉄三田線が、乗り入れしており、主要駅へのアクセスは、池袋まで5分、新宿まで15分、渋谷東京まで20分、品川まで35分と、良好です。三田線を使えば、大手町に15分で行けるのも嬉しいところ。巣鴨といえば、やはり地蔵通り商店街が全国的に有名ですが、実は駅周辺はチェーン店のラインナップも豊富で、さらに地元の有名店なんかもあります。駅直結のアトレビには成城石井や惣菜屋があり、駅地下のスーパーもよりどりみどり。そこに加えて、全長約780メートルを誇り、店舗数約200の、地蔵通り商店街があるわけですから、おばあちゃんの原宿にしておくには、もったいないぐらいの好環境なんですよね。外食派の若者も、自炊派の若者も、暮らしやすいと思います。さて、本日も当チャンネルお得意の、雨男スタイルでお送りしたいと思います。ちなみに他の不動産チャンネルさんで、雨の日に動画を回してる方って、いらっしゃるんですかね？私自身、最近は、撮影編集に追われる日々を送っていて、通常の接客どころか、他チャンネルさんを研究する、余裕すらないというのが実情なのですが、他チャンネルさんでも、雨の日の動画がアップされているのかどうか、雨の日の動画がアップされてると分かったら、私が安心します。今回、ここ巣鴨で私が訪問するのは、山手線沿線なのに家賃5万円台の新築アパート。これ、見つけた時は、めちゃくちゃびっくりしました。巣鴨駅のワンルームアパートの家賃相場は、6.2 万円なんだから、5万円台のアパートもあるだろ。と言われればそれまでなのですが、今回はここに1個、新築というのが載ってますからね。さすがに新築で5万円台は、めったにお目にかかれませんよ。これはもはや、大家さんが異常なほどお人よしで、事前事業でアパート経営をやっているか、私の知らぬ間に、日本円の価値が変わっていたか、人類が生存するには、過酷な環境が待っているのかの、どれかしか考えられません。おや、目的地にたどり着きました。こういう、建物に着くまでに、
細長い通路が伸びている物件って、期待と不安が入り混じって、ゾクゾクしますよね。こちらが巣鴨駅徒歩11分、甲信塚駅徒歩3分の、山手線で家賃5万円台の新築アパートです。あれ、家賃が5万円台なのって、最寄り駅が巣鴨じゃなくて、甲信塚だからじゃね？という疑問はやぼってもんです。大家さん的にも甲信塚ではなく、巣鴨推しのようなので、ここは巣鴨で推しております。ゲートは一応オートロックになっているのですが、これ、その気になれば余裕で突破できますねー。オートロックだからと、油断はしない方が良さそうです。そして今回訪問するのが、こちらのお部屋。それでは行ってみましょう。あなたの理想不動産。私を出迎えてくれたのは、正方形に近い玄関。ザ一人暮らしのお部屋の玄関、という感じです。壁にはコートやカバンをかけられる、レールフックが取り付けられています。フローリングには、節がまだらに入っていて、表情豊かです。玄関の右手には、すりガラスの大きな窓が設置されています。窓を開けると、ちょうど先ほどの玄関が見えました。すりガラスになっているので、1階でもプライバシーをしっかり守ることができます。また、蛇腹の網戸が虫の侵入を許しません。窓の両端には物干し竿受けがついていますね。この窓は洗濯物を干す際にも、活用することになりそうです。ただし、さすがに1階なので、開放しすぎは厳禁ですよ。カーテンレールもついているので、すりガラスだけでは不安という方は、カーテンで覆ってしまいましょう。そしてこの窓の向かいには、シャワールームがあります。シャワールームには珍しく、浴室物干しと浴室乾燥機がついていますね。ということは、洗濯物はシャワールームで乾燥させてもいいわけだ。シャワールームの側壁には、モニター付きインターホンや、浴室乾燥リモコンなどが、ガシャッとまとめられております。続いて、目の前の扉を開けてみましょう。なぜかここから急に、壁紙がレンガ調に変わっています。ここはトイレでした。トイレは、手洗い場と温水洗浄便座付き。ウォールキャビネットはありません。そしてこちらがリビングです。これまでの通路も含めて7畳なので、リビングだけで見るとかなり狭く感じます。体感的に4畳といったところでしょうか。狭い中に、基本的な装備がギュッと詰まっている印象。激狭とまではいきませんが、決して広くはない。そんな感じです。実際、布団を敷いたらそれだけで、お部屋が埋まっちゃうんじゃないでしょうか。ベッドを置くのはおすすめしませんね。台所に立つ時など、相当窮屈に感じられると思いますから、床見るとついつい節数えちゃうなぁ。台所の左隣に隣接しているのが洋服掛けと、ちょっとした物置です。台所の真横ということで、匂いがつくのが嫌だなぁという方のために、カーテンをかけられるようになっています。さらに左隣にもスペースがあるので、棚を置いたりして、収納力を補強するといいかもしれません。そしてキッチンがこちら。当チャンネルをご覧の皆様には、すっかりおなじみの、ゼロ距離キッチンです。シンクの上には棚が2段用意されており、下段は水切り棚になっています。キッチン下収納は意外と奥行きがあるので、スポンジや洗剤などの日用品のストックだけでなく、調理器具などの保管もできそうです。問題は作業スペースが一切ないことですね。調味料もすぐ手が取れるところに置いておきたいですし、移動式のキッチンワゴンが欲しいところ。キッチンワゴンは、キッチンの右隣にある洗濯機置き場の前に置いて、洗濯機を使う時だけワゴンを移動させる、というのがいいかもしれません。こちらの洗濯機置き場には防水パンがないので、水漏れのないよう排水ホースの取り付けは、入念に行いましょうね。何せリビングにあるので、水漏れが発生した場合、目も当てられない状況に陥ります。洗濯排水でずぶ濡れになった布団。
考えただけで恐ろしい。洗濯機置き場の上には、ウォールキャビネットがありました。洗濯機置き場の向かいの壁には、ピクチャーレールがあります。本来の用途として使ってもいいですし、壁掛け収納として使っても良さそうです。玄関付近にあった窓は比較的大きな窓でしたが、リビングの窓はなぜか一様に細長い縦型の窓です。果たして晴れの日に、どれくらい日光が入るものなのか。私が雨男でさえなければ、悔しいです。天井付近にはエアコンがついていました。部屋がコンパクトな分、相対的にエアコンが大きく見えます。コンセントは3箇所。最後に恒例ですが、窓を開けてみましょう。お引越しはあなたの理想不動産で。ギギギ、なんだこれ。マジでこれどうなってんの？お待たせしました。全然開かねえ。まさかこれしか開かない窓が、この世に存在するとは。これなら一回でも泥棒は侵入できそうにありません。その意味では安心かもしれませんね。リビングには縦長の窓が3つあるのですが、開けられるのは洗濯機に一番近い窓のみで、残り2つはフィックス窓となっております。最近ははめ殺し窓のこと、フィックス窓って言うんですね。やっぱ聞くとドキッとしますもんね。はめ殺し。巣鴨駅徒歩11分、甲信塚駅徒歩3分の、山手線で家賃5万円台の新築アパート。この部屋に住んでみてはいかがでしょうか？この部屋の間取りはこちら。激狭一歩手前のお部屋という感じでしたね。本格的な激狭物件に住む前の予行演習にいかがでしょうか？これからも当チャンネルでは、奇想天外摩訶不思議な物件を紹介していきますので、一風変わった物件と出会いたいという方は、チャンネル登録グッドボタンをお願いします。また、どれだけ物件を渡り歩いても、一向に成長する気配を見せない運営者への、叱咤激励のコメントもお待ちしております。このチャンネルで紹介しきれない、ガチの有料物件を知りたい方は、チャンネル公式インスタグラムをご覧ください。Twitter でも最新情報をつぶやいていますので、お暇な方はそちらもどうぞ。本気でお引越しをお考えの方は、概要欄からあなたの理想不動産公式 LINE を追加してお問い合わせください。ではまた次回のルームツアー動画でお会いしましょう。